昔々、幼い少女がお母さんとベリーを摘みに出かけました。しかし森は冷たく静かで、ベリーは見当たりません。少女はベリーを探すため母の手を離れ森の中へ入ってしまいます。必死に呼び止める母親の声も届かず、少女は奥深くへと進んでいきました。しばらくして喉が渇いた少女は目の前に輝く満月に気づきました。すると月はコウモリの怪物に変わり、羽を噛みちぎり言いました。お嬢さん、この血をお飲みなさい。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。その後墓地へ出ると、風が激しく吹き荒れ、あたりの空気は凍りつき、少女は寒さに震えました。そこへ死神が現れ、たちまち美しいドレスを作り上げると少女に言いました。さあお嬢さん、これを着て温まるといい。少女はドレスを着て、そして微笑みました。さらに不気味な海を進むうちに、少女はお家が恋しくなり、同時にお腹が空いてたまらなくなりました。すると魚の王が現れ、ヒレをちぎって言いました。さあお嬢さん、これを食べ。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。やがて少女は機械仕掛けのお城にたどり着きます。そこへ美しい金の歯車をつけた鋼の馬がやってきました。またしても贈り物だと思った少女は金の歯車を奪い取ってしまいます。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。少女は怖くなって怯え、邪悪な風が吹き荒れると、そこへ支配者である魔女が現れたのです。欲深い娘だ、受けた恩も返さずに、魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あら、寝ちゃったわその話不気味すぎないか？生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたのおとぎ話よ。ほら見て、ローズも気にしてない？分かってないだけだろう。まったく、この子が怖がらずに住むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい、悪かった。引きずってはないよ、慎重なだけさ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。夕飯を作るわ。平気だローズ、ママは思い出したくないんだ。そりゃそうさ。何か言った？何も、寝かせてくる。料理中に近づいたら危ないでしょ。ちょっと何してるのよ。もう散歩は暖かくなったらな。
よしよし、ママにも言ったんだ、あの本はまだ早いって。もうすぐだからな。よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。ローズは平気だ。そんなすぐに吹っ切れるもんか。ずっとこのままでいられたら。ローズが歩き始める前に掃除しないと。
世間じゃもう過ぎた話か。あの子はよく寝てるよ、赤ちゃんらしく。うん、いい匂い。これは？あ、まだダメ。チオルバデレギューム、地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるならこれはお預けね。あなた本当に気にしすぎよ。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって？とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。なんだ、ミラ、伏せろ。ミア、どうして？クリス、なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ！そんな、どうして？さっさと歩け！異常なし。ローズ、おい、娘に何する！確保しました。どうぞ。連れて行け。おい、ローズに触るな！イーサン、やめとけ。ローズ。運び出せ。先生、ウィンターズさん、娘さんの診察結果についてお伝えしたいことがあるので木曜の午後4時でいかがです？わかりました、伺います。先生からだ、来週来いって。なあミア、悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね、ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね、心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。ミア、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない、分かってないの。ミア、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ言ってくれ。くそ、こんな時に。
つもなってる。何をボタボタしてる。状況は？国の役人か。何の話だ。クリスはどこにいる。ローズは。何があったって言うんだ。
何の仕業だ。どこなんだ。
何があったんだ。住人はどこに行った？よせ、撃つな、撃つんじゃない。誰だ、誰がよこした？誰って、道で事故に遭って。なんだ、どうした？しまった。奴らだ。奴ら、今のは何なんだ？銃は？え？銃は持ってるよな？いや、持ってない。待て、早く。何が起こっているんだ。おい、聞いてるか。おい、何なんだ。だと、あっちも死体か。おい、嘘だろ。この村で何が起きてるんだ。なんだ、あの化け物は。